様こんにちは。今回は兵庫県赤穂郡上郡町の物件をご案内いたします。それでは早速宅内をご案内いたします。玄関を上がり左手には和室がございます。こちらの和室には全室があり、まるで旅館のような作りとなっております。2畳の全室の奥には8畳の和室がございます。光が当たるとキラキラと見える柄の襖で、部屋の中も明るく感じられます。こちらには広縁があり、その向こうには広々としたバルコニーもございます。鮮やかな緑が見渡せますこちらのバルコニーでは、静かに鳥の声を聞いたり、ワイワイとバーベキューを楽しんだりしていただけます。玄関を上がり突き当たりには 14.5 畳のLDK がございます。部屋の中からも緑の見えるこちらのリビングは、壁一面が収納となっておりますので、すっきりと快適にお過ごしいただけます。キッチンにも収納がたっぷりございます。キッチンの隣には 4.5 畳の和室がございます。テーブルの下の蓋を外すと、掘りごたつとしてお使いいただけます。玄関の右手には洗面所がございます。奥の扉はトイレとなっております。こちらはトイレでございます。オレンジやベージュなど優しい色の浴室でございます。絵画を飾っているような窓からの景色を眺めながらリラックスしていただけます。兵庫県赤穂郡上郡町の緑に囲まれた静かな別荘地でスローライフを過ごしませんか？ご案内などお気軽にお問い合わせください。